いい天気だな今日。今日すっごい晴れたね。暑いぐらいな気がするね。暑いよ絶対これ。さあということで皆さん、今日はですね、なんと僕たち、デートに行きます。イエイイエイ、ふぅヒューヒュー、いつものこと。まあでもね、ちょっと今日は面白い縛りつけようかなと思って、ちゃまりさん、あちらをご用意ください。借金、はいはい、1万円札ですね。1万円あればね、沖縄一体どのぐらい楽しめるのかと。とりあえずなんか食べたいね。いつもさ、おしゃれなとこばっかり行くさね俺たち、うん、じゃなくてもうちょっとリアルな沖縄にする。沖縄臭い感じのもの食いに行く。沖縄いい意味で名物系か。そうそうそう、なんか地元の食堂とか、うん、蕎麦屋とか、なんかそんな感じの。そうやね、行きましょうか。行きましょう。グー。コンビニで飲み物買って355円です。うん、これ左、これだ、これだ。よし、分かりづら。よいしょ、どこいしょ、よいしょ、よいしょ、来た。仲間食堂って書いてるよね。書いてるよ。着いたね。着いた。行きましょう、お腹空いた。よし、行きましょう。何食べようかな。うっ、あ、手前が水か、奥が三品茶か。三品茶でもいい、三品茶にしよう。今なんかね、シークワーサーもらったね。嬉しい。もう熟した色なのかねこれ。そういうことじゃない？緑の時のイメージが強いけどね、うん、あ、すげえ、美味しそうだった。なんか思いもかけずいいもの手に入れたね。ね、ラッキー。食べてみよう。どうした？美味しい。あ、美味しい。甘い。甘い。ちょうど甘酸っぱい。美味しい。おお。美味しそう。これなんだ、ケイチ。やば。やばくないこれ。そう、ちょっとこれすごいサイズだ。初めて見た。ちゃんまりの顔よりでかいんだけど。これ、どうぞ。ありがとうございます。すごいでかいわ。なんでこれ、もう成人男性の手よりでかい。やば。これで850円。ちゃんまりのは何？手びちそばです。これも分量すごいけどな、うん、とんでもないな。あ、美味しそう。手びちがいっぱい乗ってる ね、 ね、プルプルさ。いただきます。はい、いただきます。今ね、オーナーさんから食べ方習ったんでちょっとやります。こっち捕まえてこんなして開くって、で、美味しそう。うん、ま、
かぶりつく方が美味しいんじゃない？かぶりんご。シーカーさんまでいただいちゃって陽気に。じゃあ行きましょうか。ちょっと足場が悪いところ抜けたらすごいいいところあるよ。海だ。あ、ドローンの音がするね。なるほど、ドローン飛ばしなきゃ。ちょうど静かでめちゃくちゃ広いんだよな、ここ。そうね。何ビーチって名前は別にないんだよね、これって。ない。なんだろう、何ビーチって言うんだろうね、本当に。まあでも場所はちょっと一応文字で書いてます。うん、はい。まあ海はタダで遊べるからいいね。ね。うん、ただぼーっとするだけでとんでもなく楽しいよ、これ。サンゴ投げやるか。サンゴ投げ。じゃあいいサンゴを探すところからよ。そうなの。サンゴ投げはいいサンゴを探すところから試合が始まってるから。こいついいね、サンゴじゃねえけど。大輔さん、それね。うん。ちゃんまりは、ちゃんまりは、うん、あ、ルールはじゃあ俺は左手、ちゃんまりは右手で投げて、はい、遠くまで飛ばした方が勝ち。これでいきます。おお。それでは先行はちゃんまり。はい、ゴー。振りかぶって投げたそれでは高校大輔さん、左手で投げれるか。うわ、まあまあ割といい勝負でもあったな腕引っこ抜けそう。じゃあそろそろ行きましょうかそうだね、美ら海へ。美ら海へ、うん、ねえちゃんまり、うん、汗かきそうじゃない暑いね、今日は。もう半袖にしちゃったもん、俺。ニット着てる場合じゃない。やばい、シークワーサーが、ホットシークワーサーになっちゃうよ。ほんとだ。さあ、どこに聞いたか。道の駅、巨大。道の駅、巨大に来ましたな。はい。いらっしゃいませー。おお。新商品だと。中本夫婦の沖縄1万円デート、皆さん前編はいかがでしたか。後編では道の駅巨大でスイーツを堪能した後、美ら海水族館に行って、最後はおすすめのディナーカフェを紹介します。特に美ら海水族館はスペシャルな情報満載でお届け。こたつやソファーに寝そべって大水槽を見ながら優雅にサックス演奏を聴ける日があるって知ってましたか。この情報は知らなきゃ損だと思います。そして美ら海水族館の後は僕たちの住む町北谷町に戻って、北谷町でおすすめのカフェダブルデッカーを紹介。ロンドンバスの中でおしゃれなお酒とおしゃれな料理が食べれます。それでは次回もお楽しみに。